ポケモン好き、ドーナツ好きは激推し。グッズは日常的にも使用できるし、何よりもコスパ最強なおすすめな福袋です。本番一番。ちょっと待って監督、ミストも結構セールあるからあえて買わなくていいんじゃないのって思う方いるかと思いますが、違うんですよ。はい、カメラ OK、 オート OK、 役者 OK、 用意スタート。はい、どうもみなさんこんにちは。監督ラボの監督です。明けましておめでとうございます。2021年、今年もですね、福袋動画、していきます。はい、というわけでですね、2021年のミスト福袋、開封していきたいと思います。監督はですね、昨年もですね、購入しましてですね、カメラ OK、音 OK、役者 OK、用意スタート。ミスド福袋2020。今年もポケモンとコラボしている福袋となっております。3種類の福袋が発売されました。監督がですね、購入したのが、前回は一番お安いものを購入したんです。お手頃な1100円。今年はですね、ワンランクアップさせて2200円のものを購入しました。なぜですね、あげたかと言いますと、前回のそのミスドカード、あれ確か10個ドーナツを引き換えできるんですけども、すぐなくなっちゃったということで、今回は2倍の20個ついてくる2200円のものを買いました。開封の儀。はい、こちらです。今年からですね、ラッキーがこのミスド福袋に入ってきたそうです。中を開けていきたいと思います。はい、こちら。おちゃんとね、1個のビニール袋に入っております。早速順番に中を見ていきたいと思います。で、一番大きなものから見ていきたいと思います。一番大きなもの、これははい、厚紙です。これはいいわ。こちらポケモンカレンダー2021。昨年もですね、2020年監督購入したんですが、こちらですね。はい、ミスドポケモンカレンダー、カレンダー入っておりまして、もうトイレに飾っておりました。で、今年もですね、早速こちらトイレに飾りたいと思いますね。お、前回と変わらなくていいですね。まあ、絵柄はもちろんね、変わってますよ。で、続きましてこちらトードバッグ。おー、前回はね、で、ブランケットなんですけども、今回結構でかいですね。ブランケットが入ってたんですけども、トードバッグが今回入っておりました。素材が綿とポリエステルでできたものとなっております。ではですね、あ、結構大きいですよ。肩掛けもいけちゃう。はい、このポケモンが恥ずかしかったらこっちにかければ OK。 写真で見るよりか結構大きいですね。最高で7キロまで耐えれるそうです。このでっかい水3本入ってるんですけども、全然入ります。耐えれるくらいの重さがしっかりで頑丈ですね。かなりしっかりした作りになっております。いいですね、これは使えますね。では次行ってみたいと思います。こちらポーチですね。はい、しっかりした素材ですね。で、ファスナーがついております。いや、これいいわ。今現在ですね、監督ですね、こちらのポーチをですね、まあ、この中にですね、イヤホンとか、スマホのバッテリーとかね、去年買った31の福袋の付箋とかでね、見てほしいんですけども、これ見てもボロボロなんですよ。剥がれてきてんですよ。というわけで、おいおい、めちゃくちゃちょうどいいじゃねえか。移し替え完了しました。こちらに入ってる中のものが、すべてこちらに移し替え、完了しました。こちらはですね、結構ボロボロなんですけども、この素材に関してはボロボロにならないね。これは、いいです。使わせていただきます。今年の福袋かなりいいじゃないですか。はい、というわけで、こちらです。マスキングテープですね。こちらは、ちょっと個人的に出番はなさそうですが、一応、なんか止めるときにですね、使ってみたいと思います。ラストですね。こちら、ドーナツ引き換えカードです。こちらがね、メインとなっているんですけども、20枚セットのものなので、このカードがですね、はい、こちら2枚ついております。全国のミスドであれば、ご利用いただけます。1つにつき、160円以下のドーナツが引き換えすることができます。こちらのですね、引き換えカードなんですけども、気をつけなければならないところが1点ありまして、期限がですね、5月の31日、6月に入ってしまいますと、こちら使えなくなってしまいますので、それまでにですね、まあ、20個使い切りたいと思います。まあ、多分使い切れると思います。はい、というわけでですね、今回の中身をもう一回整理しますと、厚紙、いや、これはいいよ。はい、2021年カレンダー、白のトードバッグ、ポーチ、マスキングテープ、ドーナツ20個分の引き換えカード。まあ、あとはポケモン好きにはコレクターアイテムとして紙袋。
で、ちなみにこの福袋、最初に3つあるとお伝えしましたが、一番安い1100円はですね、このマスキングテープと、このポーチが入っていない、そしてドーナツが10個です。監督型2000円より、さらに上のグレードになりますと、金額が3300円。3300円のものには、ポケモンスケジュール帳と、ジッパーバッグというものが入っております。で、ドーナツがなんと30個。まあ、30個はさすがに食べきれないんで、今回は20個のものを購入しました。はい、というわけでですね、こちらのミスト福袋2021、とてもおすすめとなっております。ちょっと待って監督、ミストも結構セールあるからあえて買わなくていいんじゃないのって思う方いるかと思いますが、違うんですよ。はい、なぜ福袋を買うかというと、例えばですね、セールが開始されたら結構みんな行くじゃないで、混み合ってる中で安いのを買うってなんか嫌じゃないですか。自分は嫌ですね。もう普通のね、セールがない日にドーナツを控えてくるという特権があるので、ドーナツが好きな方、もうポケモンが好きな方はですね、ぜひ購入して損はないかと思います。で、ちなみにですね、ドーナツの価格を見ますと、一番お安いもので100円、高いもので言いますと150円のものがありました。20枚全部一番高いドーナツを買うと、さらに1000円もお得になるそうです。実質その2200円なんで、本当にポケモングッズはもうおまけ的な感じ。実際にこれでほとんど元取れちゃってますので、興味がある方、ドーナツ買う方はですね、もうぜひともミスタードーナツの福袋おすすめです。はい、というわけでですね、この監督ラボでは、現在福袋動画をたくさん出しております。普段はですね、映画レビュー、アニメレビューですとか、あと商品レビューですね、ガジェットだったり、自分がいいなと思ったものをこうして動画として作ってお送りしております。あ、もしかして今ね、この動画を見てね、面白いなと思いましたら、ぜひともチャンネル登録をして、他の動画も見ていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では2021年もよろしくお願いします。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。